現地9月2日、日日、本時間3日ロサンゼルス・エンジェルスは敵地でオークランド・アスレチックスと対戦して1対2で敗れたエンジェルスの大谷翔平投手は2番指名打者で出場して2打数無安打3四球のうち2つは深刻敬遠だった大谷の敬遠支球はシーズン全体で2 1となった2021年に記録した20を上回り自己最多となった 最初の敬遠は5回の1・2塁の場面大谷との勝負を避けたアスレチックスに対してホームにもかかわらず観客席からは大ブーイングが巻き起こった2回目の申告敬遠は1対2で迎えた9回2・3塁の状況だ大谷がヒットを放てば同点となり本塁打で逆転となる場面でアスレチックスはまたしても敬遠を選択無論 9回屈指のスラッガーとなった大谷のバッティングを見に来た地元ファンからは逃げるなといったヤジが混じったブーイングがホームチームに向けられた両軍ともにポストシーズン進出争いからは離脱しておりいわば消化試合ホームチームといえど必要以上に二刀流スタートの対戦を避ける意義を見いだせないのだろうこれに対して大谷は力なくバットをポーンと回転させ無言の抗議を見せた 予想はできたものの悔しさが募る展開となったファンは勝率3割のアスレチックスがなぜだこの場に及んで敬遠かアスレチックス見損なったよと大谷の心中に寄り添う声を寄せた続く3番ブランドン・デュルーリーを初球センターフライに打ち取ってアスレチックスは試合を締めくくった AP 通信によれば試合後 アスレチックスのマーク・コッツェイ監督は作戦の意図を明確に説明した大谷への申告敬遠についてコッツェイ監督は相手のラインナップでうちを一人だけで叩きのめせる人間がいるそれが翔平大谷という選手だ彼を深刻敬遠した場面はいずれも一塁が空いていたそんな場面でダメージを与えることはさせないあの時彼に打たれるわけにはいかなかったその作戦が成功したよと振り返った さらにみんなが翔平のバッティングを見に来ているのはわかるが彼は簡単に本塁打を放つからあの場面我々は負ける可能性があったんだと語ったさらにコツイ監督は地元ファンの容赦ないブーイングを踏まえこう語っているじゃあキクがなんで昨日の試合でピッチクロック違反によって審判が彼を歩かせた時にブーイングが起きなかったのかは不思議だね理解できないよ さらに実際に勝負を避けるように命じられた投手も深刻敬遠に理解を示している5回にマウンドに立っていたポール・ブラックバーンは敬遠が間違っているとは思えない正しい策だと思うよと持論を語っているあの男には信じられない力があるたった一振りで試合を変えてしまうからねあの打順の巡りの中で大谷ではない他の誰かと勝負に行くのはあの状況において正しい行動だと感じるね 彼は信じられないほどの選手なんだ。申告敬遠の選択は正しかったとコメントした。また、1点を追う9回にし3塁、この日2度目の申告敬遠となった場面、マウンドのアスレチックスの守護神、トレバー・メイはどう思ったのか。試合後、メイは本当は対戦したかったんだ。ただ、彼は地球上で最高の選手であり、勝つためにそうしなければいけないのは十分理解できる。 メジャー9年目のベテランはみなぎる闘争心を抑えていた戦う者として周囲の予想を覆すようなプレーがしたいそこが野球のいいところだと僕は思っている敬遠策が考えられる状況だったとはいえ名は大谷を抑えてセーブを上げたかっただが本塁打トップの選手で1点差3塁にランナーがいる最悪の状況はホームランを打たれることそれを 彼は何度もやってきている自分が今年左打者を抑えられていないこともよく分かっていたと受け入れる理由もあった米メディアクラッチポインツは大谷は試合にインパクトを与えることに失敗したコッツェ監督のコメントは大谷へのリスペクトと彼がどれほど大きな脅威になりうる存在かを示しているさらにエンゼルスは試合にも1対2で敗れメジャー最低勝率 3割一輪のアススレチックスに連敗したエンゼルスは赤っ端の極みだと酷評したチームは初回にルイス・レンヒーォの犠牲フライで1点先制もその後は無得点先発グリフィン・キャニングが浴びた逆転ツーランを取り返すことができず m l b 3 9球団で最低勝率のアスレチックスに痛恨の連敗となった試合後フィル・ネビン監督は落胆の表情で。 あの逆転ツーランされた一球が全てだった。キャニングのチェンジアップをとてもいいスイングで打たれてしまった。あの一打でやられた。うちの打線は当初を援護できなかった。と悔やんだ。7回にはアンドリュー・ベラスケスが無視二塁の場面で3投に失敗。あれは彼の意思で行ったプレーか。との記者の質問に、そうだ。我々はもっと賢くプレーをしなければならないと話すのが精一杯だった。